じゃあ、じゃあ、さあ、はい、我らが後輩、はい、俺も先輩のうちかな。いや、それはファイターズ OB ですもん。 OB 会費、 OB 会費払ってます。多分払ってあれなんか銀行引き落としじゃなかったか、毎年払い込み、引き落としだと思うんだ。払い込み書が、そうか、多分払ってるはずなんだ。あれ、招待とか来るよ。ああ、じゃあ OB 会費で、あのちゃんとあの、さあ、納めなさい。我が、はい、ハムの、はい、後輩、はい、大谷、ごっついことなってますね。いや、なってるよお前、はい、まあ、ホームランキング、現時点で、はい、ホームランの2、3位かにつけてるのかな。あ、抜かれちゃったからな、ただし、あと1勝すればベーブ・ルースの記録に並ぶという。2桁勝利と2桁ホームランでしたっけ。そう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 。でもその2桁ホームランって言っても、もう40本以上ってますからね。いや、そうだ、ホームラン争いしてるんだから。いや、はい、たださ、はい、やっぱ、うん、これ言っていいのかどうかわからないけど、報復とかさ、なんかいろいろな書かれてるけど、やっぱ狙われるんかな。僕はでもガンガン打ち出した時にインサイド厳しくなるかなと思ったんですよ、うん、でももう世界的で今メジャーリーグも日本のプロ野球もコリジョンルールができ、うん、タフなラフなプレーはやめようって言ってるわけじゃないですか。それで報復やるっていうのは僕時代に逆行、もうナンセンスのいいとこやなと思うんですよ。まあまあ正々堂々と来いよっていうような感じだよね、はい、でも見ててもう手元の狂ったデッドボールってわかるじゃないですか、うん、もう明らかに言ってましたよね。言ってたな、はい、しまいにはもうメディアで認めるぐらいの勢いがありますよねもう言語道断だと思います僕は。あ、はい、で今ゲレーロジュニアが、はい、46本、うん、ペレスが45、はい、大谷が44、はい、ということで、2本差かな、まあ、ホームランキングから今2本差、はい、どう思う。もう早々10勝してほしいですね。近々で言うと8回2失点で勝ち星つかなかった、はい、でもどっかで1個勝ち星つけることによってその周りの声はもううるさくなくなるじゃないですか、うん、もうクリアしてで言うたらもうあとはベーブ・ルースに並んだって大騒ぎするだけで集中できるんじゃないかなと思って、うん、最近ね俺が気になるのは引っ張ってゴロの打球が多くなったんだよ。でこね出したかなと思って。あ、こね出した、そういうシーン僕ねボンダのシーン見てるからそうだと思ってたんですよ。こね出したなと思って、だからこうでしたもんね、うん、俺条件は大谷が取る条件はセンターから左に打つことだよ。シーズン初めあっちにバンバン振り込んだんですよ。あっちの打球っていうのは大谷は上がるから絶対に、はい、ノリもいいし、そうそうそう、はいはい、だからね強く叩きたい、バッターって面白いもんで強く叩きたいと思ったら引っ張りに入るんだよね、どうしても。それはなんですか、体調がいいと特にそうなるとかじゃなくて調子が悪いとそうなるとか。その方が飛ぶという風な感覚になるので力強さを求めると。ああ、力感を求めるってやつ。そう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 、だからやっぱ大谷も人の子で、はい、やっぱここまで来たら、いや10勝2桁ホームランベーブ・ルースに並んだって喜ぶよりもやっぱ人間ってよくあるじゃん、はい、絶対タイトルは欲しいと思うんだよ。メジャーリーグでホームランキングってすごいことですから。いや、すごいよ。いや、だから最近は引っ張れにかかりすぎるんだよね。だからセンターからあの左 の方に打つような感覚で引っ張る打球が出てあしたらホームラン行くよ。翔平君、いや忙しいかな。一平君、こういう YouTube 見るの大好きなはず。あ、ちょっと豊さんの意見言ってあげて。一平君、はい、あの翔平君の横にいるあの通訳のサポートしてくれてる人。一平君って、はい、めちゃくちゃいい男なんですよ。一平君ってなんか約束なかったっけ。一平ちゃんですね。 あれちゃんか、ちゃんです。あ、くんだね、こっち。一平くんです。なるほど、はい、いや、だからちょっとねゴロが多くなってきたっていうのはやっぱ状態が悪いことなんだよね、はい、うん、大谷のバッティングスタイルからすると。だからそういう意味では、うーん、ホームラン王っていうのは引っ張ってるうちだったらちょっと抜かされるかなっていう。確かに圧倒的に左方向の打球が少なくなってますね、うん、だからもう一回引きつけて向こうの方にっていう風に考え出したら俺はホームラン王を並んでいけると思う。並んでいける。なるほど、うん、いや、もうホームランキングと2桁勝利上げてほしいな。2桁勝利はいけそうやろ。
まああと3試合ぐらい投げれると思うんですよ。もうちょっと打てよって思うよな本当に。ここに来てもっと打ってくれよと思うよ周りのバッターたちですよ。あ、はい、なんだろう、大谷のそのマウンドで緊張してんのかな。いや可能性はあるよ、ね、ありますよ、ね、野手意識するから、はい、やっぱ勝たしてやりたいとかさ、はいはい、そういうのがあるから意識すればするほどなんかこうドツボにはまっていくというかそんな感じがあるから、だからちょっとあれだけども、でもあのゲレーロジュニアとペレスって、うん、8月オリンピック終わってから急にめちゃくちゃ固め打ち来たじゃないですか。いや来たよ。何があったんですか。あの時5本とか空いてましたね。 うん、もっと空いてたか。5本ぐらい、ね、5本ぐらいですかね、うん、はい、いやだけどこの前ゲレーロジュニアのさ打ったホームラン見たけど甘いわボールがお前そんなんだったらホームランは取れるだろうって。あ、いやだけど大谷翔平のマークはやっぱ厳しいわ。なんかそうなるとメジャーで前マグワイアと、サミーソーサでしたっけ、うん、の時になんかいろんな声、誰にホームランキングを取らすっていうような聞きたくないちょっといろんな巷の噂が流れたじゃないですか、はあ、なので今回ぜひメジャーリーガーでメジャーリーグではね、ジャパニーズメジャーリーガーを取らしちゃいかんみたいなことは言ってほしくないですよね。でも同じリーグで一緒にやってるとしたらこれやられるとなんか屈辱みたいな、俺らは何なんだと思うよね。で それは野手はね、はい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 、こいつ投げても10勝打ってもホームラン王、あそれは野手としたらだからノーヒットノーランやられてる、完全試合やられてるバッターがもうひしこいて打ちに行くような対戦相手だったらね感覚だと思う。でも確かにそうです、ね、やらすなよ、絶対やらすなよって、はいはい、そんな感覚になっちゃうよ。そういうことか、はい、だから我々は日本人で大谷しか見てないし、大谷頑張れって言ってるから、ぶつけてんじゃねえよとか思うけど、向こうもなんか死活問題が多分あるんだと思うよ、いろいろ。おい、アメリカンジャパニーズに負けんなよっていうところあるんですか、ね、あると思うよ。それは差別とかそんなんじゃなくて、ね、じゃなくてね、かつてはこうちょっと差別的な話もちょっと飛び交ってて、うん、すごい残念だったんですけど、でも俺らだって日本人を応援するでしょ。あ、そうですね、大谷翔平、はい、うわー、いけよ翔平みたいなことになるじゃない、はいはい、まあ、これはそうですね、あの応援する気持ちで差別が区別ですから、うん、そう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 、はい、だからどうなるかって、どうなると思う。僕は大谷翔平やったら最後なんかどっかで3本打つ試合とか作ってちゃんともう1回は並ぶと思います。でそっから本当の争いかなと。俺はね、大谷は神様が与えた子供だと思ってるんだよ。おー、神がかってきましたよ。いやいや、いやいや、野球界にね、野球界に、うん、野球っていうのはもっと純粋に、ね、楽しむもんだし、うん、大谷翔平を見てもう一度野球の楽しさを見なさいみたいな、そういう感じの子供を作って世に送り出してきたと思うんだよ、まあ、専門職がすごく強くなってる野球界ですけど、そうそうそう、うん、打って投げて、そうだからピッチャーだったら一塁にゆっくり走ってもいいよとか、はい、まあ、この打席は三振してもいいよって、はい、ね、勝ってると、まあ、パ・リーグは DH があるからそういうことはないにしても、だけどもう一度野球っていう純粋なスポーツを見直しなさいっつって野球の神様が与えた子供だと思ってるんだ。だから俺は抜けなくても並んでも俺は取るというふうに信じてる。もうホームランキングとしてタイトルホルダーになると、うん、だから当たってるや、当てたやつはねデビルなんだよなるほど、エンジェルとデビルで言うとそう、だからそうか、エンジェルだけじゃないですもんね世の中、悪者にしてもいいからみたいな。でも当てたピッチャー、この間ふくらはぎに当てたピッチャーバツ悪そうな顔してたんですよ。いや、そりゃそうやろ、俺絶対日本いけねえわみたいな顔して、いや当たり前だよ、来たらなブーイングの嵐だよ、おめえかみたいな、そう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 、なるかもしれんし、その後監督もアンパイアに注意されて、なんで退場なんだろうそうそうそう、ほんで自分も退場になって、退場になって、いや、そのぐらいのやっぱり世を巻き込んでの大谷がもうメジャーのなんか中心の話題になってる。いや、そうですね、うん、イチローの時もすごかったんですよ。シアトル行ったら一つのラジオ局かなんかのビルの一面をラッピングでイチローだったんですよ、うん、ガーッと、え、僕ら日本から応援してるだけじゃなくて今
アメリカではどうなんですかって聞くとみんながいやもう世界のイチローになってます、うん、でも今世界の大谷ですね。そうそうそう、いやだから、まあ、大谷は応援してるし、で俺は神だと思ってるから野球の、はい、だから神様が与えた子供、はいね、だから俺は抜くことはなくても取れないっていうことは信じたくない。取る取る取るね、そして10勝もする、10勝もする、伝説を刻む、もちろんもちろんベーブ・ルースと並ぶ、並ぶ。ベーブ・ルースも最初ねメジャーリーガー激動の時代だよ、はい、でも神様がベーブ・ルースを与えて野球界を確立していった、そういう歴史があって、で大谷は日本が生んだ神様の子、ね、野球を世に楽しいもんだよって、大谷を見てると楽しくない、思います。そうでしょ、はい、ワクワクしてテレビつけます。そうでしょ、今日の大谷君どないなんねやろ、うん、であの表情とかさ、日本人ではなんか作られないような表情を作るじゃない、しまいにデッドボールで一塁出た時デッドボール当てたチームのファーストベースマンが笑顔で談笑してましたよ。そうそうそう、ね、不思議。でその笑顔で談笑してるその先で監督退場くらってました。そうそうそう、不思議な光景ですよね。そうそれでイチローもそうだし松井秀喜もそう、野茂もそうかもわからないけども、やっぱ一体以上はなんか恥ずかしいことはできないというプレッシャーに押し潰されそうな表情をしながら一生懸命やってくれたじゃない、はい、でも大谷はなんか笑顔で爽やかにゴミ1個拾っただけでニュースになるという、そうですね、そんな日本人のマナーからすると当たり前や、当たり前のことなんです。そうでしょ、今でも日本のプロ野球でも試合終わったらみんな若い選手片付けてますからね、うん、岡本も片付けてますよ、うん、あれだけキング取ってもね、はい、だからまあそういうことで大谷は10勝ホームランキングクリアすると、する、信じてます、信じてます。